白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は指導者はどうあるべきかというテーマのお話を聞いていただければと思います。で、指導者っていうのは、漢字を見ていただけると、まず指すという字が書いてあるので、どちらに向かった方がいいのかという進むべき方向を指し示すというのが、指導者の C ですよね。そして実際導くということで、指し示してその方角にみんなが行くのを導くものが、指導者ということになるわけです。で、そうした時に、じゃあ例えば、北に向かってもいいし、南に向かってもいいと、東に向かってもいいし、西に向かってもいいわけですよね。もちろん北東に向かってもいいし、南東に向かってもいいということで、ありとあらゆる方向に、向かうことはできるわけです。その中で、自分たちは、南ではないと、北に向かうということで、北を指し示すということですよね。で、そしていざ指し示したならば、じゃあその指し示した目的地に到達できるように導くというのが、指導者ということです。で、その人が指導者なのかどうかっていうのは、これは本人が決めることではなくて、その指導者に従う人が一人でもいるかどうかっていうことですよね。だから指導者を決めるのは指導者ではなくて、従う人が決めるということです。で、もし従う人が一人もいないと、ゼロということであれば、その人は指導者ではないのかもしれません。しかし、いざ従う人が一人以上いるということであれば、その人は間違いなく指導者、少なくても従う人にとっては指導者ということになるわけですよね。なので、例えば子供が従っている親っていうのであれば、親は指導者ということになるわけです。子供が従っているわけですから、親の後をついていこうとしているわけですよね。ってことは、子供が従っている、その従っている人がいるということであれば、その人、親は指導者と、子供にとっての指導者ということになるわけです。もちろん、教師ですよね。で、生徒が従っているということであれば、生徒が従っている教師は指導者ということになるわけですよね。もちろん、分かりやすいところで言えば、社員が従っている社長というのは、もう分かりやすい指導者ということになるわけです。要するに、従っている人が一人以上でもいるということであれば、少なくてもその従っている人にとって、その人は指導者ということになるわけですよね。で、その指導者の責任というのは、まずどこを向かう、どこに向かうべきなのかという、その目的地というのを指し示すということですよね。そして、そこの地点に到達できるように導くというのが指導者の役割ということになります。で、じゃあそれはどうやったらできるのかって言えば、もうこれはもう一言で言うと、常に考え続けるということですよね。じゃあどこに向かった方がいいのかっていうのを指し示すためには、どうすればいいかって言ったら、もうそれ考えるということしかないということです。で、実際目的地に到達するまでの途中過程で、無事に、目的地に到達させる、導くためにどうすればいいかって言ったら、やっぱりもう考えるということになるわけですよね。で、30年後、20年後、10年後、どういう目的地に到達しているべきなのかっていうのを考え続け、そしてその30年後、20年後、10年後に到達しているべき場所に実際に到達できる、要するに導けるためにはどうすればいいかっていうのを常に考えるということが大事になってくるわけです。要するに指導者っていうのは、自分の頭で常に考えている人ということも言えるわけですよね。で、なので、考えるっていうことを放棄してしまうということであれば、それはもう指導者としてはもう完全に責任放棄ということで、無責任ということになるわけです。で、確かに、人生っていうのは、不確実といえば不確実と、社会っていうのも不確実といえば不確実と、経済っていうのも不確実といえば不確実なわけです。例えば、自分が 100% 本当に徹頭徹尾一生懸命考えても、その 100% 考えた通りになるということはないと思うんですよね。自分が100考えたら100全て自分が思った通りでしたと、自分が100考えたら100全部自分が考えてた通りでしたと、事前に全て
考えていた通りで、ね、想定外のことはただの一つも起こりませんでしたということはないと思うんですよね。どれだけ一生懸命考えていたとしてもやっぱり実際は想定外のことっていうのは起きると、不確実なことも起きるということだと思うんですよね。 だからといってじゃあわからないと、いやどうせ 100% わからないんだから、ね、だったら考えるだけ無駄だということであれば、少なくともその人は指導者ではないということですよね。もし従う人がいるというのであれば、その従っている人に対して非常にまあ無責任な態度であるということが言えると思います。わからないんだったらもうね考えないと、わからないんだったら、いやどうせ自分が思った通りならないし、どうせ自分が考えた通りならないんだから、だったら思うだけ無駄だと、考えるだけ無駄だということで、考えることそのものを放棄してしまうのか、それともわからないと、わからないんだけどわかるなりに一生懸命わかろうとするのかっていうのはもう全然結果が違ってくるということですよね。本当にこれは大差で違ってくるということになります。繰り返しになるんですけど、わからないからもうね考えるだけ無駄だっていうことで最初から考えないと、要するにもうこの時この瞬間が楽しければいいと、ね、どうせ先のことなんか考えたってわからないんだから、わからないことを考えるのは時間の無駄だと、だったらわからないんだったらもうねこの時この瞬間を ただ楽しめばいいんだというのであれば、それは従っている人に対して、ね、まあ、指導者として非常に無責任ということが言えると思います。要するにもう完全に運任せですよね。もう偶然とか運とか、っていうのを任せていて、もう人生がギャンブルになってしまうわけです。でそれに従って、ついていく人っていうのも、まあ、ギャンブルに付き合わせているのと同じっていうことになるわけですよね。それだと、まあ、結局にも到達することができないということです。要するに10年後も同じような場所でぐる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 回ってるということになるわけですよね。で 100% は分からないかもしれないんですよ。どれだけ一生懸命、ね、調べて研究して勉強して頭で徹頭徹尾考えたとしても 100% は分からないかもしれないんです。分からないかもしれないけど、分かる範囲で分かることを増やしていき、そして分からないなりに最大限分かることを、ね、一生懸命考えていくということがすごく大事になるわけですよね。でその考えれば考えるだけ、結局不確実性っていうのを小さくしていくことができて、そして実際確実を増やしていくことができるということですよね。不確実を確実に変えていくことができるということです。それは想定していましたと、それも想定していましたと、それも想定していましたと、で A がそう、起きた場合は A' をやりますと、で B が起きた場合は B' をやりますと、 C が起きた場合は C' をやりますということで、常にその、ね、起こらないかもしれないことだかもしれないけど、いざ起こったらっていうことで、やっぱりリスクっていうのを避けるんじゃなくて、やっぱ常に想定して考えて、そしてもしそのリスクが起きた場合はどういう対応を取るかっていうのを考えるということですよね。そしたら、まあ、結果的には、まあ、自分が指し示した、例えばもし北に行きたいっていうんだったら、最終的にはその行きたいって言ってた北っていうのに到達することができるということですよね。要するに 100% 完全完璧に想定できないんだったら、だったら何も考えないっていうのは極論だっていうことなんですよね。実際はね、考えてなかったことが起きるかもしれない、想定外も起きるかもしれないわけです。でも今この現時点にいる時点で、ね、最大限分かることがあるのであれば、分からないことを分からないなりに一生懸命分かろうとするっていうことがすごく大事ということですよね。でどれだけその人生っていうのをギャンブルではなくて、確実なものに変えていくことができるかということです。ギャンブルっていうのはもう完全に受け身なんですよね。もう変化対応、何かが起きたら、外で何かが起きたら、その起きたことに対応しますと、でまた何か外で起きたらまたそれに対応しますというのは、もうこれ完全にギャンブルということになるわけです。要するにもう自分の人生にいいことが起きてくれるか悪いことが起きるかっていうのを本当にもう任せてしまっていると、外に任せてしまっているということなんですよね。そうじゃなくて、やっぱり自分から作りに行く必要があるわけです。確実なものを、そのためにはやっぱり考えて、自分の頭で考えて、例えば30年後、20年後、10年後どういう地点に到達して いたいのか、もしくは到達しているべきなのか、そしたらその到達しているべき場所に行くために、この時この瞬間の最善、最も合理的な最善の判断は何なのかっていうのを常に考え続けるわけですよね。でなった時
ときに変化対応、要するに起きた変化に対して対応するっていうのは手段であって目的ではないわけです。でここはすごく大事なことなので繰り返しますけど、変化対応っていうのは手段ではあったとしても目的ではないんですよね。だから外から何かが起きました、その起きたことに対して変化に対応しますっていうのは手段かもしれないんですけど目的ではないわけです。これが手段と目的になって、手段である変化対応っていうのが目的になってしまったら、これは本当に偶然、本当に運任せになってしまうわけですよね。要するにもう変化が起きたら対応、変化が起きたら対応、変化が起きたら対応だったら、自分が望む変化が起きなかった時は結局自分が望んでる場所に到達できないっていうことになるわけですよね。そうじゃないわけです、ね、そうではない。変化対応っていうのは手段かもしれないですけど目的ではないんですよね。目的はあくまでも自ら設定するべきなわけです、特に指導者であれば、ここに到達するという目的を設定して、そしてその目的に到達するまでの途中経過で何か変化が起きたならば、それは随時変化に対応し続けるというのが変化対応ということになるわけですよね。あくまでも目的地っていうのは自ら設定するということです。そしてその目的地に到達するために必要な計画っていうのは事前に分かる範囲で最大限ですよね。もう 100% 計画通りいかないとしたとしても 100% 計画通り行かせるだけの緻密な精密な計画っていうのをやっぱり作るということがすごく大事になるわけです。でそして 100% 完全完璧にこういうふうになったらいいという緻密な計画があった上で、実際もしその計画で、まあね、見通すことができてなかった何かに対して、何かの変化に対しては随時で変化対応していくということですよね。だ無計画での変化対応と計画あっての変化対応では10年後に到達できているところが全く違うということですよね。もう目的地もない計画もない、ただ変化対応しましただったら10年後は絶対今と同じような場所で同じような人間関係で同じようなことをしながらぐる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 回っていると、その輪をぐる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 回っているということになるわけです。しかし目的地があって計画があって、そしてその目的地に到達する途中過程で何か想定外のことが起きたということで変化対応したならば、10年後は絶対に現時点とは違う地点でいるということですよね。まあ、明らかに今とは違う場所、違う現時点とは違う場所に到達しているということです。そして指導者というのであれば、誰かその自分の後ろをついてきている人がいるということですよね。従う人がいればその人は間違いなく指導者ということになるわけです。子供が従ってるっていうんだったら親は指導者なわけです。で教師、生徒が従ってるっていうんだったら教師は指導者ですよね。社員が従ってるっていうんだったら社長は指導者なわけです。だったらどっちに進んでもいい中でこっちに進んだ方がいいと、こっちに進むべきだっていう道を指し示してこそ指導者であり、いざ指し示したならば、たとえ途中どれほど、ね、思い通りいかない想定外のことが起きたとしても、最終的には必ずその指し示した場所に、まあ、導いていく、連れていく責任っていうのがあるわけですよね。それが指導者ということです。そしたらそのね、じゃあどうやったら指し示す道が見つかるのか、どうやったらそのね、一回指し示した場所に導くためのね、効果的な方法手段っていうのが分かるのかって言ったら、それはもう自分の頭で考えるということにつきます。結局自分の頭で考えて、自分で30年後20年後10年後あの地点に到達している必要がある、そのためにこの時この瞬間の取るべき最善最も合理的な選択は何かというのを考えるということですよね。で考えて実際に決断し、で行動を一つ一つ完了させていくということです。繰り返しになるんですけど、無計画での変化対応っていうのは単なる場当たり的であり、これも人生がギャンブル化してるんですね。要するにもう人生が宝くじになってしまってるわけです。いいことが起きたらいい状態になると、いいことが起きたらいい到達地点に行けるということです。しかしその望んでるいいことが起きなかったらいけないっていうことになるので、結局運任せ偶然任せになってしまうんですよね。そうじゃなくて変化対応っていうのは目的ではなくて手段なんですね。目的はあくまでも自分で決めるということです。このあの地点に行きたいっていう目的地があって、そのためにはどうやったらいけるかっていう計画を立てて、そして実際計画通りに歩んでいく途中過程で何か想定外のことが起きたら、その時こそ初めてその場で変化対応をしていくということですよね。なので、目的地もない、計画もない、変化対応、それは絶対
どこにもたどり着けないということです。その場をぐる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 回ってしまうということになるということですよね。それではなくて目的地を示すと、決めると、そして計画を作ると、で計画を実行すると、その途中過程でたとえどれほど想定外のことが起きて事前に想定できなかったことが起きたとしても、必ず10年後は違う、今とは少なくても現時点現状とは違う場所に到達することができているということです。ではどうすれば道を示せるのか、どうやったら導けるのか、もうそれは自分の頭で考えるということにつきます。考えるための材料っていうのは集めてもいいし教えてもらってもいいわけですけれども、最終的に意思決定する、その意思決定のために考えるっていうのは絶対に指導者の責任、ということですよね。だから指導者の仕事って何ですかって言ったら、一生懸命考えて、そして決めるっていうのが仕事ということになります。なのでもうとにかく指導者のあるべき姿っていうのは自分の頭で考えるということです。分からないから分からないということで思考放棄してしまうのか、分からないんだったら分かるなりに、ね、なんとか分かるところを増やしていこうとするのかっていうのはもう全然結果が変わってくるので、指導者のあるべき姿ということで自分の頭で考えると、分からないというものを目にした時にそれでもやっぱりなんとか分かろうとするということを一生懸命考えるということですよね。それこそが指導者のあるべき姿だというふうに認識しています。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。